はい、えーとね、アイドル仲間くんなんですが、あの、一体いつ、大津はいつ逮捕されるのに答えたんですけど、後半部分に答えてないことに気づいたので、その編集してる時のことに気づいたんで、2回に分けて取り上げたいと思います。よかったね、アイドル仲間くん。えー、逮捕されるのについてはもう、そんなもん知るかつって、<laughs> が結論です。そんなもん知るかっていうのが結論ですけど、 大津の話題で再生数稼いでお金もらっているのも惨めな話だと思うよ。それしかないの惨めな話だと思うのはお前の勝手だ。<laughs> 俺は全然惨めではない。えー、お前にはこれを、この言葉をあげよう。えー、どこやったっけなどこやったっけなあの画像。<laughs> 久しぶりに使うから。<laughs> あったあった。お前がそう思うならそうなんだろう。お前の中ではな。これが答えです。 うん。それだけですけど。<laughs> ほんまにな、もう、なんか、話が重複してしまうけどな。え、大津の話題で再生数稼いでお金もらってたら何があかんのマジで何があかんのうん。何があかんのか言ってください。はい。そう、もう、それってあなたの感想ですでもでもあるし。何があかんのですか 惨めな、惨めやと思う、そんなこと言ったら何、いつでも言ってし、もう何十回、何百回でも言ったろうけど、全マスコミ、そうなんですけど、その誰かの話題で、再,、まあ、再生数なり、ページビューなり、なんかそれ、売り上げなり、視聴率なり、稼いで、のがマスコミなんですけど、そっちはいいんですか それはみじみではないんですかそんもう何十年も前から、まあ、新聞なんていつからあんのもう明治時代からあるんじゃないのもうひ何百年、200年とかに100年とか200年とかやってるんじゃないのその時代からなんか誰かの話題を,を書いてさ、記事にしてさ、お金儲けてるんじゃないのうん。なんでこの YouTube で大津さんの話題で再生数稼いでお金もらってることはダメなのそれしかないの君ら言うこと。ね。 ここまで話題引っ張れる人はそう、パイセンとかネタ作る。いや、マジでさ、え、マジでこ、ほんまに誰か答えてほしいんやけど、こういうこと言うやつに関して。えー、なんか全マスコミとかそうなんですけど、週刊、週刊文集とか新調とかさ、まっちゃんの話題とかさ、での、人の話題、人の下ネタですよ、しかも。下ネタ扱って、 お金稼いでるんですけど、あれはいいんですかあれについては言わないんですかあれにも言ってるんですか、アイドル仲間くんはよ。それやったら、まあそ、君の言ってることも納得できるけど、この、大津さんの話題で再生数稼いでること、稼いでお金持ってもらってることだけに言うんやったら、お前、ちょっとフェアではないよね。それなんでその大津さんのことで稼ぐことだけに文句言ってんの君は。ねえ。そんな前にさ、何があかんのほんで今はたまたまなんか大津さんの話題がホットやし、再生数が回るから、そればっかりやってるんですけど、それが何か うんまあ、たまに違う話題もやったりするけど、あんまり回らないんですけど。 まあでもそれでも、まあなんか、まあ、大津さんばっかりやってたらいつか自利品になっていくのは目に見えているから、他の話題もいろいろ手出して、なんか探りながらやっていこうとは思いますけど、今のところ大津さんの動画を出すと再生数が回るので、まあ割合的には多くなりますけど、それは何がわかんのですかね収入が上げられないマッキー犬の当帽はそうなのね。だからあれやろその通りでさ。 その通りでさ,そのさ、なんかそういう、自分はさ、稼ぐさ、何どんな仕事をやってるのかわからないですけど、そのあなたのやってる仕事をバカにする気は全くないんですが、こうやってなんか、YouTube、YouTube に上げる動画を。 YouTube に動画を上げて再生数をある程度回して、それでなんか登録者数もある程度増やして、それで収益化、YouTube 様という割,割と厳しい、厳しい企業の審査も通って、それで収益化するようになって、それでまあまあ、まあまあでも多分お前らが思ってるほど稼げてないぞ。 言うとくけど <laughs> あ、あの、とんでもない額稼いでるとか思ってくかもしれんけどさ、あの、言わへんけど、そうでもない、お前らが思ってるほどでもないと思うできっと、YouTuber。<laughs> で 稼いでる言うてもよ。なあもうなんか必死こいってまへだからその、ネタ考えてさ、動画でしゃべって、こうやってしゃべってさ、動画にしてさ、上げてさ、まあまあまあま、あそれなり、それなりの再生数を稼いでさ、お金をもらってけどさ、え、何があかんねん、それはよ。それの何があかんかをはっきり言ってくれへんか、その。だからはっきり言うし、正直に言ったらいいんやけ。俺が気に食わん。な俺が気に食わん。その 大津さん、あの、僕は大津さんが好きだから、大津さんのことを悪く言われるのは、いい気がしないから気に入らないとか、ちゃんと理由を言ってくれないそう、やめへんけどな、だからっつってな。みじめにへねしでと言うむよって言われて、それはお前の感想やろ別にお前、お前に俺がみじめやと思われたところで、痛くもかゆくもございませんね、言っときますけど。これ もも痛くなないなあ,あそうですか、うん、鼻ほじりながらら答えられますようん、うん、あなたがそう思うなら、それでいいんじゃないんですかで、鼻ほじやね、鼻ほじ。鼻ほじで言って返せんで、ね、それぐらいさ。別にいいんじゃない別にお前らにどう思われようが、どうでもいいですけど、別に。<laughs> 痛くもかゆくもない。あの、仮に大爽やかでた、 大津彩かで儲けた金で食う飯はうまいかって聞かれたらこう答えるよ。うまいよ。<laughs> 大津彩かで稼いだ金で食う寿司とか、築地に行って寿司とか食べたけどさ、結局、結局寿司三昧行ったけど、築地の寿司三昧行ったけどさ、大津彩かの金で稼いだ、大津彩かをネタにして稼いだ金で食べた、 寿司築地の寿司ざんまいの寿司はうまかったよなんですけど、何か悪いんですかね。あやてこれんの別名、大津彩香のひどさを伝えてくれた患者です。大津彩香が極悪非道で。 おばかが原因なんだから、市長が稼ぐのに文句があるなら、大津彩香さん、大津彩香さんがさ、なんかな、そういう、ばちゅうの、まあ言ったら代表権返して、もう代表じゃなくなって、もう政治活動もやめますって言って、彼氏と楽しくやりますって言ったら、もうこっちもな、ね、 動画にしようがないんやから、ネタにされたくないんやったら、そうしたらいいんじゃないのねえ。立花さんにとっとと代表権返しても政治の、政治は向いてないんで、彼氏と仲良くやってきまーすで、引退しまわせたら、そこまで言ったら俺も別に追いかける理由もなくなるからな。追いかける理由もなくなんやからさ。そうすればいいんじゃないの 今は追いかけられる、こうやってネタにされる理由は、バッチバチあるからネタにされてるだけで。うん、俺じゃなくてもさ、いろんな人がやってるよね、いっぱいさ。だってそれはさ、そんだけ話題性があるからやねんけ。ある意味さ、大津さんのな、本望じゃないの、そうやって話題になってるってことは。よう分からへんけどさ、なんか、えー、監視とかさ。 うちにもなんか監視、うち専用の監視員の人がいるみたいやけど、まあ、それぞれのチャンネルにいるのいるみたいやけどさ、ある筋の情報から言ったらさ、それやったらさ、それでさ、そんだけ話題に、あれなんかなだからその、監視員を置いてさ、どういう風に話題になってるかさ、聞いてさ、聞いてんのかどうか、報告とかいちいち聞いてんのかどうか知らんけどさ、それで、なんか結構ウキウキやったりすんのかなひょっとしたら。まあ、想像ですけどね。 ある意味なんかな、ファンタジーですけど、いつもの俺のファンタジーなんですけど、ねそんなのアンチ配信者たくさんおるそんなこと言ったら立花アンチもいるんやしさ。師匠に出会えて眠れるようになりました。感謝します。そうなんや。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。っていうことなんですけど、それでいい。それしかなくはないよ。まあ、そのうちなんかネタを見つけなあかんなとは思ってるけどね。 うん、今はとりあえず、おつやかさん中心にやったら、ま、いろいろ楽しいことが起こってるんで、それでいいんじゃないですかね、って感じですけど。はい、あ、アイドル仲間くん、以上です。